んにちは。こんにちは。テンション低い。こんにちは。こんにちは。こういうのを作ってみました。もともと壁掛けのやつ作ってみたくて、この石、不要園さんで買ってきて、足立さんに細工してもらって。誰も真似できない。その映像はね、はい。で、今回はこれにつけていくっていう動画にしたいと思います。はい。ちょっととりあえず今回は軽く真鍮で擦る程度で。幹掃除は見栄えのためですか？見栄えのためですね。一応虫が入ったりとかって一応あるんですけど、うん、逆に古さを出すために取らないっていう人もいるんですけどね、うん、まあ、1回ぐらいはちゃんと綺麗に作ってあげた方がいいと思いますね。ちょっと今回気をつけないといけないことが1個あって、うん、こういう壁掛けのやつの場合どこを正面にするのか問題、うん、一つはちょっとやっぱり斜めから見る、うん、であとは正面から見る、はい、っていういろいろあると思うんですけど、うん、まあ正面から見るとやっぱり実際としては流れっていうのが一番大切な要素としてあるので、うん、正面からそれがやっぱりちょっとなくなっちゃうかっていうことを踏まえて、ちょっと若干斜めから見るような形の木を作っていきたいなと思いますね。実際もうこの木の場合はしっかり枝ができてるんで、木に合わせたような風に作っていこうかな。で、一応こういう風な構想でいるので、こっちが正面になるのかなっていう。なるほど。いよいよ針金をかけていきますね。一気にまあちょっと不要な枝を取って針金をかけやすくしたいと思います。ありがとうございます。ちゃんと入ってなかったんです。ね、で、冬の間取るときは、まあ、大体いつもと同じなんですけど、意味枝とか上に出ちゃってるやつとか、うん、あとは自分がこうやって持ってきたいっていうのを想定したときに上にあったり下にあったりっていうのを押さえてあげるとか、うん、はい、裏方終わりました。針金をかけていきたいと思います、うん、ちょっとこっちを正面にするっていうことを考えて、うんうん、構想としては、まあ、ここは分けるかな、一応分けるか、まあ、こういうふうにちょっと幅広くするか、うんうん、で、これは下げながらこっち持ってきて、こんな感じで下げるっていうことですね、うんうん、これなくてもいいんですけど、一応つけて見栄えを気にして後ろからかけていきます。痛い。どうした？釣りそうになった。こういう形で、あれ掛けしました。はい。これこういう感じかな。こっちをやって、これがこうと。はい。じゃあ細かいのもかけていきます。はい。兄弟子が見てるから。うん。これ何のため？これ動かないようにするため。角度、植え付けの角度に固定して針金かける。まあそうすることによって想像もしやすくなりますよね。落とします。これ、この枝とこの枝が同じ太さなんですよ。上下にして使い道あるかなと思ったんですけど、まあ、もういいかなっていう。これは一旦鳴らしちゃいます。これだけで作ろうかな、はい、ちょっと下にある陣があるんで、うん、これもちょっとかけてあげて、はいはい、でちょっとこの位置持っておくからふにゃふにゃなんですけど、で本来であると陣を眼鏡巻くときはアルミ線の方がいいですね。あ、そうなんですか。なんでかっていうと色がついちゃうんですよ、銅線の。すごく黒くなっちゃうんですよ、なんか反応して。そうするとその黒いのが取れなくなっちゃうんですよね、なんでか。一工夫ですけど、アルミ線にしてあげるといいのができますね。と言いつつ銅線でやってるけど、
合うかなって言います。普通にいいやつ作っちゃってくから、ね、蜂の方がいいよなと。いいか、やってもらおう。ぐにゃぐにゃだね。ぐにゃぐにゃ。うん。かっこいい。ちっちゃいけどね。じゃあついに土流れ防止でつけたので、はい、まあ、ざっとこれぐらいかなっていうぐらいでとりあえず切ってくる感じ。はい、じゃあこれの準備が、なんか見えにくそうですね。どっかに固定した方がいいのかな。そう、なんでそうですね。いけるっすね。あ、抜かしたのかなこれ。多分。うん。楽しいんですかっていう感じですよね。本当。良さそうだね。こんなの庭先にあったらめっちゃすごい家だね。そうっすよね。庭先の玄関とかにもくっつけられるわけでしょ。そうそう、ちょっと多めにしちゃった。あ、どうするかっすよね。ここを正面とするか、うん、横に、でも横はダサいな。斜めこのぐらいだよな、うん、ちょっと上来ちゃうけど。ずーっと持ってなきゃダメ。いいですね。完成。完成。形にはなったのかなと思って、うんうん、一応正面ということを一応決めて作ったので、はい、まあここが正面じゃなくて一応ここら辺を正面に作りました。うんうん、まあ足立さんとかいろいろ協力していただいて、だいぶおしゃれじゃないですか。でもそうですね。ね、よくある大森欄とかと比べても全然いいんじゃないかなと。こういうやっぱり県外の厳しさっていう、うん、まあより新白の、まあ、原産の土地に近づけたんじゃないかなっていう雰囲気が出たんじゃないかなと思いますね。行ったことないけど。こういうのもあってもいいですよね。玄関にこれが飾ってあるっていうのも。そうですね、おしゃれだと。なのでぜひ、なかなかこの後ろのやつ作るのが大変だけど、そう、まあ、でも鉢は、あると思うからね。ちょっとしたそう、まあ、これなんかも実際いらないっちゃいらない、ね、いらないっちゃいらないもんね。で、焼く必要もないし、鉢の背のここに穴開けて作ったら普通に
まあ、ビスとかでね、打ってばできそうな気もしますね。という、まあ、今日はハンギング盆栽という感じでした。ぜひお試しあれと、はい、これは一家に一台一家に一台一本ハンギング盆栽。そうですね、もっとちっちゃいので、あ、ちっちゃいのあったからまたね、それでもそうですね、それでまた作ろう、やってみたいですね。わかりました、はい、それでは、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。いいですね、かわいいですよ。かわいい、超かわいい。